はい。今日の一問一答ですね。保険療サービスメニア、認知症高齢者の介護という単元になります。認知症について、次の記述は正しいか誤りか答えよう。問題。都道府県は若年性認知症の人の状態に合わせた適切な支援が図られるよう、医療、介護、福祉及び雇用の関係者が連携するネットワークを構築するための会議を設置する。都道府県は若年性認知症の人の状態に合わせた適切な支援が図られるよう、 医療、介護、福祉及び雇用の関係者が連携するネットワークを構築するための会議を設置するというふうにありますがこれはその通りで丸になりますこれはオレンジプランですね2012年にできたオレンジプラン認知症支度推進5カ年計画というものがありますが、まあ、その中で立案されたわけですね 都道府県というのは若年性認知症の方が、に対するですね、総合的な支援を行うために、まあ今出てきたような医療、介護、福祉、雇用ですね、そういったような人たち、まあ多職種、共同による会議というものをですね、実施することということになったわけですね。これがオレンジプランと言われるものになります。で、今はさらにそれが更新してですね、2015年には、 認知症施策推進総合戦略と認知症施策推進総合戦略新オレンジプランというものがスタートをして作られたわけですねでスタートしているわけなんですねでこの新オレンジプランの中でもやっぱり同じようにですね若,若,年性若年性認知症施策というものはこれ強化がですね図られるようにということで、まあ、柱の一つとして挙げられているというのがまあ実際にですね 新オレンジプランの柱っていうのは7つあるんですけれども、これもちょっと紹介しておこうかなと思いますが、一つが普及啓発ですね、えー。普及啓発、認知症というものの普及啓発ですね。まあ、正確には認知症への理解を深めるための普及,普及啓発ですね。の推進というのがあるんですけど、これがまず一つの柱ですね。 まあ認知症サポーターを要請するとか、まあ、そういったようなことをやってますね。で、二つ目の柱っていうのが、キーワードにして言うと、医療介護です。医療介護。まあ、認知症の容体に合わせたですね、適時適切な医療介護を提供するように努めようということで、これを一つの柱として挙げているということですね。まあ、それで、認知症初期集中支援チームというものを作ったりとか、あるいは認知症地域支援推進員というものを配置したりとか、あるいは医療機関で言うと、認知症疾患医療センターというものを充実させるとかですね、 そういう取り組みやってますね。あるいは認知症サポーターってものを要請するとか、いろいろそんなことやってますね。この辺が関係してくると。で、3つ目が若年性認知症施策の強化ですね。若年性認知症。ですの、ね、まあ、コールセンター作るとか、あるいはまあ、都道府県の取り組みとしてこういった会議やるとか、まあ、そういったようなことをやってるということですね。で、その次4番目が認知症の人の介護者への支援と、介護者支援というのが4つ目に挙げられるということですね。 でまあ、これは、まあ、実際に介護、認知症になってですね、介護を受ける人だけじゃなくて、その環境の部分ですよね、介護者への支援というのも、まあ、これは考えていかなくてはならないということですね。でいろんな取り組みを始めているということですね。 でそれから5つ目は地域づくりですね優しい地域づくり認知症の人を含む高齢者に優しい地域づくりというものがありますその地域づくりを推進していこうというのが、まあ、5つ目の柱ということですねで、まあ、何かしらいろんな取り組みをやってるというところですねでそれからその次はですね、まあ、これは予防法とか診断法とか治療法ですね 予防法、診断法、治療法、それからリハビリモデル、介護モデル、こういったものの研究開発を進めていこうということですね。こういったものをやってます。まだまだ十分とは言えない。これで、えー、最善かと言われたらそうでないところありますから、まあ、認知症の予防法であるとか、あるいは診断の仕方ですね。それから治療、リハビリモデル、介護モデル、もっといいものができるようにということで取り組んでいる。柱の一つとして掲げているということですね。こんなのもやってると。 でそれから最後の一つはですね、柱は認知症の人とその家族の視点の重視ですね。認知症の人の人とその家族ですね。えー、それの視点の重視というのがあります。まあ、これは行政目線でこういった柱をですね、進めていくんではないと、えー。それから、まあ何かしらですね、制度目線でもないということですね。 事業者目線でもないということですね。認知症当事者ですよね。認知症の人であるとか、その家族の視点を重視して、今言ったような他の柱のを,を軸にですね、まあ、推し進めていくということですよね。ということになっておりますので、まあ、この新オレンジプランの7つ、まあ、キーワードですね。一つ目が普及啓発、2つ目が医療介護、3つ目が若年性認知症ですね。4つ目が介護者支援、5つ目が優しい地域づくり。 で、6つ目というのが、これが研究開発ですね。で、7個目というのが、これが、えー、認知症の人、それから家族の視点の重視ということですね。えー、この7つの柱というものがありますから、まあ、それもできれば抑えておくといいかなというポイントですね。ということで、えー、今日の問題ですが、都道府県は若年性認知症の人の状態に合わせた適切な支援が図られるよう、 医療、介護、福祉及び雇用の関係者が連携するネットワークを構築するための会議を設置するとありますが、これはその通りで丸ということになります。オレンジプランに位置づけられているということですね。今日の一問一答の